そしてここからが観客投票です。シールの数で競います。まずは昼の部、今は発表だけさせていただきますね。表彰は後ほど日を改めて行います。はい、これ発表だけね。発表だけです。お約束は昼の部は8月31日お祖様釣り大慰労会山王比叡神社にて行いますので、そちらにいらっしゃらないと表彰できないという形になります。さあそれでは昼の部美役大賞発表させていただきますか。まずは準大賞の方から。おめでとう、百輪か。おめでとうございます。今は発表だけでごめんなさいね。今は発表だけです。欲張りだな。さあ続きまして、いよいよ大賞を発表させていただきます。昼の部役大賞、宮城県月読み。おめでとうございます。はい、多分ね、今こう YouTube で流してる方は月読み見てると思います。見てないか。これ後ほどご連絡差し上げたいと思います。はい、以上です。ということで、昨日の準大賞大賞発表のみさせていただきました。はい、おめでとうございました。いよいよ夜の部発表になります。まずは準大賞から参りますが、発表します。夜の部お祖様準大賞、疾風ランドだ。残念ながら、あの数量の方はね、記載まだなってないんですけども、多分今回すごいね。シールの数ね、すごかったでしょうね。じゃあ2名の方、おいでおいで。シップランドさん、2名。いただきます。少女夜の部お祖様準大賞、疾風ランドの非団体は第15回お祖様釣り美役あなた好みの観客投票にて、観客の皆さんを大いに魅了し、少女の成績を収められました。よって感動を頂戴した者すべてを代表し名誉を称え、ここに称します。令和元年8月18日お祖様釣り実行委員会実行委員長、私からおめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。持ってますか。おめでとうございます。ダブルヒットです。観客投票夜の部準大賞は疾風ランドの皆さんでした。おめでとうございます。さあそしていよいよ夜の部大賞の発表となります。観客の皆様のシールの数です。一番シールを集めたのはどこのチームでしょうか。ほやほやの集計なんです。ついさっきまでシールを、ね、カウントしておりました。それでは発表をお願いします。はい、夜の部お祖様大賞は武将連です。
んです。3名3名代表去年に引き続き優勝で素敵でしたね。賞状夜の舞おいやさ大賞武将連殿非団体は第15回おいやさ祭り美役あなた好みの観客投票にて観客の皆さんを大いに魅了し当初の成績を収められました。よって感動を頂戴したもの全てを代表し名誉をたたえここに称します。令和元年8月18日おいやさ祭り実行委員会実行委員長和田力おめでとうございます。おめでとうございます。観客投票夜の部大賞は武将連おめでとうございます。